皆さんこんにちは、現役産婦人科医師のママジョイチェイコです。女性の皆さんは自分の体のリズムご存知ですか？生活リズムとか体内リズムとかいろいろなリズムがありますよね。女性の体には朝起きてから寝るまでの生活リズムの他にほぼ1ヶ月ごとのリズムがあります。皆さんご存知、女性ホルモンによるリズムですね。一生涯でいうと、初めて生理が来て、生理が整っていって、妊娠出産などを経験して、そして閉経していくっていう大きな流れでの女性ホルモンによる影響があるんですけれども、それ以外にも女性は生理周期ごとに変化する女性ホルモンによる影響を受けているわけですね。ホルモンバランスが良好な場合にはほぼ1ヶ月ごとのリズムなんですけれども、ホルモンバランスが崩れてしまうとそのリズムも狂ってくるっていうことになります。またホルモンの変動によって気分が上がったり、お肌や髪の毛の状態が良くなったかなと思ったら急降下してうつうつとした気分になってしまったり、むくみやすくなってしまったり、女性ホルモンに振り回されてしまっているっていう人も少なくないかと思います。そんな中で逆にそのリズムを味方につけることができれば綺麗に輝けるかもしれないっていうところで、今日はそんな女性特有のリズムについてのお話をしていきますね。最後までご覧いただけると自分の体のリズムを理解して上手に付き合っていくヒントが得られるかと思います。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。というところで、女性特有のリズムについてですが、今日は一生涯のホルモン変化ではなくって生理周期ごとのリズムについてのお話をしてみますね。女性のリズムを作っているホルモンには脳から出ているホルモンと卵巣から出ているホルモンがあります。脳から指令が出て卵巣からホルモンが分泌されて、お互いに調整し合っているっていうイメージですね。卵巣から出る女性ホルモンは皆さんもご存知かもしれないですけれども、2つあります。そうですね、エストロゲンとプロゲステロンっていうホルモンですね。卵胞ホルモン、黄体ホルモンとも言われます。ここでエストロゲンを美人ホルモン、プロゲステロンをブスホルモンなんて表現したりすることもあるんですけれども、実際にはそれぞれが大切な働きをしてくれているホルモンです。なので、美人ホルモン、ブスホルモンっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないですね。どちらも妊娠とか健康のためには必要なホルモンになっています。それぞれのホルモンの働きについてもちょっとだけお話ししていきますね。まずはエストロゲンです。エストロゲンは子宮の内膜を分厚くして妊娠できる状態に整えてくれる働きをします。思春期には女性らしい体、例えば乳房の発育を促したり丸みのある体を作ったりっていう働きをします。肌に潤いを保ったり髪の毛のツヤを出すような働きもあります。その他、血管や骨、関節や脳などにも作用していきますね。自律神経を調整してくれる作用もあります。これらの作用の中の肌の潤いを保ったり髪の毛のツヤを出したりっていうものを取り上げて美人ホルモンって呼ばれているのかもしれないですけれども、実際にはエストロゲンが多ければ多い方が良いっていうわけではありません。ただ生理が終わってから排卵くらいまでの間の1週間くらいはエストロゲンが分泌されていますので、お肌の調子がなんとなくいいなっていう風に感じているっていう方も多いかもしれないですね。続いてはプロゲステロンです。プロゲステロンはエストロゲンの働きで分厚くなった子宮内膜を維持して妊娠を継続しやすい状態に保つ働きがあります。水分や栄養を溜め込んで妊娠が成立したら妊娠を維持してくれる働きをしてくれますね。体温を上げる働きや食欲を増やしていく働きもあります。プロゲステロンには水分を溜め込む働きがあるので、ちょっとむくみやすくなるっていうことが知られています。そのためブスホルモンって言われるような状態になるわけですね。ただ妊娠を維持するためにはなくてはならないホルモンで、実は大切な働きをしてくれるホルモンです。
さて、先ほど出てきた卵巣からのホルモン、エストロゲンとプロゲステロンは約1ヶ月の中でこちらのグラフのような変化をします。生理が終わったら脳からの指令によって卵胞が育ってきて、エストロゲンが分泌されていきます。子宮内膜は厚くなっていって妊娠のための準備を始めていきます。続いて脳からの指令で排卵が起こるわけですけれども、この排卵に伴ってエストロゲンは一時的に減ります。排卵を終えた卵胞は黄体に変化してプロゲステロンを分泌するようになるので、プロゲステロンの分泌が増えていきます。この時実はエストロゲンも一緒に増えます。妊娠が成立しなかった場合には、妊娠のために用意していた子宮内膜はいらなくなるので剥がれ落ちていきます。剥がれ落ちたものが月経、つまりは生理としてお外に出てくるっていう形ですね。この一連の流れを毎月毎月繰り返しているっていうことですね。ホルモンがしっかりと分泌されている場合には、この周期がだいたい28日くらいで繰り返されることになります。24日から38日の範囲に入っていれば正常とされています。さて、女性ホルモンって雑誌なんかでも取り上げられることが多かったりするので、自分のホルモンバランスってもしかしたら悪いんじゃないかなとか、ちゃんとホルモンが出ていないんじゃないかなって不安になって受診される方もおられたりします。基本的には24日から38日の範囲で生理が定期的に来ているのであれば、ホルモンはちゃんと出ているっていうことですね。心配しないといけないのは、生理が2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回しか来ないという人、中にはしばらく生理が止まっているっていう人もおられたりします。基本的には定期的に生理が来ているけれども、たまたま1回だけ空いたとかいうのであればいいんですけれども、ずっと 2,3 ヶ月に1回しか生理が来ないのが当たり前になっているっていうような場合には、ここには病気があるっていう可能性があります。一度産婦人科を受診して問題ないかどうかをチェックしてみるといいですね。というところで、女性のリズムですけれども、ホルモンがしっかり出てる人のリズムはこのグラフのようなホルモンバランスになっているっていうことです。通常は生理が終わってから1週間くらいの間が気持ちも前向きになりやすくって、お肌とか髪の毛の状態も良くなるっていう時期ですね。例えば何かを始めたりダイエットに取り込むっていうようなとこにも適している状態っていう形になります。排卵が終わった後のエストロゲンとプロゲステロンが出ている時期、この時期を黄体期って言うんですけれども、黄体期のホルモンバランスは肌の調子が悪くなってむくみやすくなって、やたらとお腹が空いたり眠かったり、やる気が出なくなってきたり、こういう時期は体を休めてあげる時期ですね。無理に新しいことを始めたり、ダイエットをしようとか思わずに、一旦体を休めてあげるようにするといいですね。人によってはホルモンから影響を受けやすい方や受けにくい方、違ったりはするんですけれども、大体個人個人の中での影響の受け方は似通っていることが多いです。自分はこの時期にこんな影響を受けているんだなっていうことを把握することで、それに合わせた生活を送るようにするといいですね。ということで、今日は女性ホルモンによるリズムっていうことでお話ししてみました。女性にはこういったリズムがあることが当たり前です。ただこのリズムによる影響が強すぎて生活に支障をきたしている場合、例えば仕事や学校に行けないくらいになっているような場合には SOS を求めましょう。産婦人科を受診していただければ一緒に解決策を探していけることもありますので、お気軽に相談してみてくださいね。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。